名前は滝沢奈々と申します。私はですね、もちろん自分がレズビアンだと気づく前までは男性とお付き合いをしていたんですけれども、まあ、こうどうもこううまく恋愛ができないなと思っておりまして、あ、もしかしたら自分は女性の方が恋愛対象なのかなというふうに思って、でそれがきっかけで女性とお付き合いをしたんですね。私が21歳か2歳ぐらいの時だったと思うので、もう埼玉にあるアゲオメディックスというチームでちょうどプレーをして、まあ本当に選手としてまだ活動をしていた時期でした。どうしてもやっぱ当時だとこう自分のセクシャリティについて相談するとか、やっぱりそういうのは難しかったかなと思いますね。でも基本的に私はこう恋愛とその競技っていうのは結構こう分けているというか、このオンとオフじゃないですけど、なので例えば自分のセクシャリティがこうレズビアンだったとしても、そこに対してチームに所属していることがこう活動しにくいというか、練習に支障があるとか、このなんていうんですかね、チームプレーに支障があるとか、そう思ったことは特になかったですね。オープンにしたのは本当に2017年の11月ですねのテレビ番組だったので、徐々にっていうよりもいきなりそこでちょっとバンって発表したみたいな感じではありますね。番組でこういうようなカミングアウトするっていう流れになったのは、基本的にカミングアウトしてくださいっていうオファーではなくて、取材を受けてるうちに、滝沢さんは彼氏だったり旦那さんだったりいらっしゃいますかって聞かれて、でもその時に私、彼女がいたので、いや私彼氏とか旦那はいないんですけどって、彼女だったらいますっていう話をこうさらっと私もしたのがきっかけで、こう取り上げていただくような流れになりました。ちょっとやっぱりこの放送の日っていうのは覚悟は決めてるとは言いつつも、やっぱりこう批判されるだとか誹謗中傷だとかっていう不安要素が、まるでなかったかと言ったらそうではなかったです。でも自分の人生だし、本当に自分らしく生きていった方が自分のためでもあるし、もしそれが社会のためになるならっていうのがあったので、ちょっとそんな不安はありつつもやってしまえみたいな感じではありましたね。私の目に届く範囲ではその誹謗されるだとか中傷されるだとかっていうのはすごく少なかったというか、ほとんど見かけなかったんですね。結構このやっぱり仲間ってずっとこうバレーボールというものを通してずっと一緒に時間を過ごしてきた仲間だったので、そこに信頼関係があったっていうのももちろんあるとは思うんですけども、ほとんどみんなこうなんていうのかな、ちょっとこうよく頑張ったねみたいな言うのに勇気がいたと思うけどって、でも私は滝沢奈々江、あなたはあなただと思うからって、それでも応援していくし、これからも仲良くしていこうみたいな言葉をいただいたりとかっていうのがすごく多かったです。もしかしたらこう意外と自分がこうどういうふうに思われるかなっていう不安はすごく自分の中では大きいものなんですけども、周りの人ってもしかしたら意外とそんなふうに偏見の目を持っているとかっていうことって少ないのかなっていう、なんかその自分がちょっと心を開けば相手ももしかしたら受け入れてくれるのかなっていうような感覚になりました。バレーボールは私も引退してから少し離れてしまってるところもあるんですけれども、いやまだまだ多分日本のスポーツ含めてもまだまだ少ないんじゃないかなというふうには、こう誰もが自分のセクシャリティを公言して、こう周りの目だったりチームだったりスポンサーだったりっていうのを気にせずにプレーしてるとか競技をしてるっていうのは少ないんじゃないかなと思いますね。この動画を見てくださっている皆さんの中には当事者の方
や洗いの方々、いろんな方がいると思うんですけれども、本当に皆さんの周りには意外と LGBT セクシャルマイノリティの方って少なくないのではないかなと思ってます。もしその方があなたにこう自分のこうセクシャリティなどを打ち明けてくれることなどがあったら、本当に一人の人間としてその人の人間性とかを見てくれたら嬉しいなと、当事者の事務としても思っております。また本当にお子さんだったりとか、まだまだスポーツに関わる人っていうのはとても多くいると思うんですけれども、スポーツする上ですごく心メンタルっていうのは大事になってくるので、いろんな方がこう心を閉ざさずにスポーツを楽しんでいくっていう日本になってくれたら嬉しいなと思います。Thank you.